どうもバキバキバキこと坊主のバキです。はい、ということでですね、今日はねイルカ池に行こうと思っております。いやーね、どっち釣ろうかなってね、バスかワカサギどっち釣ろうかなって思ってたんですけれども、ちょっとね決めきれなかったんで両方釣っちゃおうってことでですね、両方釣ることにしました。いやでもね、バス釣りの釣果をね見たらね、全然バスちゃんね釣れてないんで、多分バス釣りの方が多い時間やると思うんですけれども、ワカサギの方がたくさん釣れると思います。まあでもね、今回ね泊まりがけで来てるんで、まずねワカサギちゃんを釣って今日の晩ご飯を調達して食べて、で寝て明日に備えて、また明日はバス釣りしようかなと思ってます。それでは行ってきます。到着。今回も三原茶屋さんから出たいと思います。すごい車止まってますね。めっちゃ人気だな。さてさて、湖の方はめっちゃいる。奥の岬のところにめっちゃいますね。ただあれだね、ほぼほぼワカサギだね。完全にめっちゃ頑張って手漕ぎで手前から漕いでってる。で左側に見える立ってるのが多分バス釣りですね。キャストしてるもんね。いやー頑張るぞ。あーすごい。キューちゃんって見たいです。ちゃんとね、ライジャケも着てるという。あーラストしろね。バッテリーにちゃんと魚住様って書いてある。嬉しいね。餌はね、赤虫と紅刺しが選べたんですけど、私はこちらの紅刺しにしました。紅刺しの方がなんか手返しがいいし、身がね切れにくいから、最近私はこちらを選びがちです。竿は今回もね、こちらのワークスリミットを使って、でこのねフリースタイルいきます。よいしょ。この 0.85 のやつでやってみたいと思います。とりあえず 3.5g のやつでやってみて、ちょっとダメだったらもうちょっと重いやつにしよう。よし、 OK、 できた。で、あとは紅刺しさん入ります。よいしょ、入りました。美味しそう。ジュクシク。よし、着いた。でジュクシク。よし、 OK。 これを全体的にやって、ではではちょっとポイントに移動していきます。出発。よいしょ。さてさて、旅ができるんでしょうか。
どこに行こう。この辺であることは確かなんだよね。ただどこら辺がいいかな。あんまりビュービューしてるとこでやりたくないしな。とりあえずこの辺でアンカーを落とそうと思います。空いてるんでね。同じアングルすぎるから違うアングルにしようか。
んかちょっとね、急に当たりがなくなってきたんで移動します。道具がついちゃった。最悪だ。よし、じゃあこの辺で落とします。
最後はこちらの前回釣れたテキサスでね、岬の周りを攻めて終わりにしたいと思います。じゃあね、ここでワカサギの下処理だけ済ませてから帰ろうと思います。いい感じのワカサギさん、ここに塩を入れて、水を入れて、こんな感じでシェイクにして、あとはこのままこう出して、あ、でもすごい痩せてるね。あ、できた。これでいいか。オッケー。楽しかった。いやー、まずは釣れなかったけどね。ワカサギさんが釣れたんで、さ、食べに行くぞ。いやー、オープニングで話してた通りになったね。まあちょっとね、誤算だったのが、ちょっとワカサギが釣るのがすごく結構難しかったという。なんかちょっと時間かかっちゃったね。そこがちょっと誤算だったね。ちょいちょっとね、釣って、バスの方が長い時間やるつもりが、ワカサギの方が長い時間やってしまったという。そこは誤算だったな。本日泊まる RV パーク犬山ローレライバック主館に来ました。ちょっとここ見えないようにガードしました。おお、これが犬山ローレライバック主工房か。へえ、すごい。何この左側のやつ、これ、あれじゃない、多分お酒作ってるってことでしょ、ここで。すごい。めっちゃ惹かれるんだけど、これ絞りたて、すごい、中も、うわー、やばー。受付は中にあるんだね。じゃーん、買ってしまった、絞りたて。いいね、なんか落ち着いて寝られそう。あとナフコが目の前にあるのもいいね。忘れたものとか、あと食材とか買いに行けるから、いいじゃんここ。これが電源か。で、これがさっき受付でもらった鍵で、これをこう刺すと、ここか、緑になり、で、この下がこうなってて、100ボルトが使えるんだね。すごっ。それでは今日釣れたばかりのこの新鮮なワカサギさんをイタリア風天ぷらにして食べていきたいと思います。まずはこちらの香りソルトをワカサギさんにかけていきます。よし、綺麗にかかりました。そしたら次はパルメザンチーズをかけていきます。OK かな。そしたらこちらの小麦粉とこちらの片栗粉を1対1の割合で混ぜていきたいと思います。そしたら混ぜ混ぜして、で
こちらで振りかけます。よし、それでは今回はこのねオリーブオイルでね、せっかくイタリアンなんで揚げてみようと思います。うわー、贅沢だなー。火をつけて温まるまで待ちます。ではいきます。すごい黄色いので揚げてるのが面白い。うん、黄色。いやー、美味しそう。めっちゃオリーブオイルの香ばしいいい匂いがしてきた。やばい。いい感じに揚がっておる。はい、完成。めちゃくちゃ簡単だけど、なんかちょっとおしゃれにできていい感じ。こんがり揚がってて美味しそう。それではいただきます。じゃあこちらちっちゃいやついただきます。うん、めっちゃ美味しい。すごいサクサクしてるし、すごいやっぱりね、ハーブがすごい合いますね。白身魚だからかな。めっちゃ美味しい。うんうん、合うね、レタスと。うん、それでは先ほど購入したこちらの搾りたてを飲んでいきたいと思います。鶴のようにしたたかな味なんでしょうか。したたかな私が飲みます。それでは絞りたてキューピー。めっちゃさっぱり。え、めっちゃ美味しい。やばい、危なかった。今ビールのつもりでさ、いつも通りゴクゴクっていこうとしちゃった。さっぱりしてるんだけど、すごいなんかフルーティーみたいな感じ。めっちゃなんか甘さもあるんだけど爽やかって感じ。最高。それでは一番この大きいやつ食べます。やっぱり大きい方がね、身がすごい味があって美味しい。身のこのねふわふわ感がね、あのちっちゃいのはねあんまりなかったからね、うん、やっぱ大きい方がいいね、ワカサギは。ごちそうさまでした。美味しかった。こんな感じで椅子を倒した車の中に布団を敷いてみました。皆様、おはようございます。あ、気持ちいい朝ですねとか言ってる場合じゃなくって、もうねチェックアウト寸前まで寝てしまったので急いで準備していきたいと思います。それではレッツゴー。もうちょっと寒いから履くか。ちょっと寒いから履こう。めっちゃ切るから。じゃあ待ってるだけ。
今日はおかっぱりです。昨日と一緒のデスアーダ3インチの三つ股キャロやりたいと思います。こんな暗くなっていた。よし、じゃあ帰りたいと思います。はい、ということで今回は2日間の長考の動画だったんですけれどもね、結局1日目のワカサギ釣りメインの動画となってしまいました。まあでもね、まだ今年始まったばっかりなので、またビル体験リベンジしに行きたいと思います。ってことで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。Mm-hmm.